はい、インセクテック足立です。昆虫採集標本用品は豊富な品揃えの弊社までご用命お願いいたします。今日もですね、スギリンといろいろな昆虫を採集しに来ました。まずはですね、大木をスイーピングします。で、この日なんですけども、とても暑くて、平地で36度以上、この山間部でも30度以上あって、とても暑かったです。で、最初に言っておきますが、虫がほとんど取れませんでした。それっぽい感じ？今スギリンが振ってる竿は18メーターのものなんですが、以前私がスギリンに進呈したものです。で、これ調子がいいとですね、上の方でこの緑のネット振っていると、エサキキンヘリタマムシがネットに飛びついてきて、さらに上部ではハビロキンヘリタマムシが飛んでくるんですが、この日はですね、なぜか何も飛んできょなかったんですよね。ああ、いるいる。なんだ、変なやつだな、いっぺん。変なやつだね。まあ、こんな感じで、虫は入るんですけど、非常にしょっぱい結果ですね。で、ほぼぶん投げてました。何この変な、変なやつだね。あ、やべ。このよくいるやつ。よくいるやつだね。あと米付き。もう種類はわかんないけど。ゾウムシいいんだよね。これ何？これゾウ。ゾウなんだ。うん、いたいた。お、え、ハチが？なんだい。あ、ハチだった。ハチだった。あ、やぐ捕まえることな。ちょっといまいちだな。いまいちだね。こんな感じにネットを伸ばしてるとブーンって飛んでくるんですよね、本当は。でもこの日は何にも飛んできませんでした。この日はですね、実はハビロキンヘリの新産地を探しに来たんですが、なかなか難しいですね。ハビロキンヘリは岩手県、長野県、群馬県、そして最近になって新潟県でも採集されているようです。で、違うところも探してるんですけど、なかなか難しいです。ログに入んないね。鼻おじで入ってね、うん。ちょっとこっちの方が古いかも。あ、だから落っこっちゃうんだが。うん。ガチャ。下のクワはやんねえの？クワは使ってね。一回見てから、うん、あとにして。白くて、
青ゾウ。うわ、ケイムシ。青ゾウこれ。おー、入った入った。これこれ。ケイムシはこれ。持ってないね、これ青ゾウ。うん、こっちもまだ3ついる。あと、北道色がいるかどうか。あ、入ってない。入ってない。これは何だっけ、あれの幼虫、あの、いっぱい湧くの。マイマイ。うん、うん、多分それ。どんな感じですか。乾いてる？あと穴ぼこは暗くて電気ねえぞ。ああ見えねえんだ。うん、蛇の皮は木道もだいぶダメだね。青大将がな、この分かんねえな。その辺だよね、うん、山かかしとか。最後に杉浦長玉虫の本人とその場所に行ってみました。これも残念ながら取れませんでした。今回はあまり面白くなかったですね。まあこういう時もあります。それではまた見てください。じゃあねー。